吉谷さん、シャープのマスクですか？ありますよ、手元に。ね、こういった形で、シャープってロゴが入ってるんですけどね。まあ、その後、シャープのマスク、高値のまんま、ずっと売られ続けているんですけども、順調に売れてるんじゃないですか。まあ、本当に、シャープ、困った時の目の付けどころがシャープだねでございます。昔はパソコンとかね、楽器を買っていたわけなんですけども、今ではマスクという布製品というね、まあ、大きな会社ですらこうやって方向転換を、ためらいなく図る中、本当はね、もっともっと困りの利く小中規模の事業者とか個人とかが身動き取れない人がいるっていうのはね、非常に残念だなと思います。大手企業っていうのは方向転換を図った時、組織全体で方向転換を図りますんで、結果個人の方向転換が成功するんですよ。でも個人の方っていうのは大きな流れに乗れないばかりか、大きな変化もう起こせないわけなんですよね。自分で小さな変化を起こすしかないんですよ。で、自分が動かないと、もう自分を動かしてくれるものがないですから。で、危ないことにね、ちょっとこう濁流っていうのがあるんですよ。こういうふうな自分で舵を取るシャープみたいな自分の意思を反映させる流れではなくて、濁流という動きね、まあ本当にこうなくなっていく下りのエスカレーターっていうのは私たちを暗い闇に引きずり込んでいくんですけども、何もしなければそこに向かうんですよ。で、私たちは基本的に下りのエスカレーターに乗りっぱなしなんですよね。この日本というのはどんどん衰退してるわけなんですよ。そして世界はどんどん、景気上昇です。いろんなものがインフレを起こしていて、どんどん上昇志向なんですよ。ということは相対的に倍速以上で日本というのは置いてかれてるんですよね。じゃあその中で日本全体としては落ちぶれていくけども、個人で勝利する方法はないのかって言うと、これは十分あるんですよ。今はね、大きな動きではなくて個人の小さな動きが、できる時代なんですよね。じゃあ、収入源、大きな会社に入る、より大きな会社に入る、大きな会社に入れなかったら中小企業に入る、そういうふうな組織任せだった人生がもう自分で組織と同じぐらいの力を持つことができるようになるんですよ。例えばね、月間で200万とか300万の利益を上げる個人っていうのは今ね、山ほどいるわけなんですよね。で、月間で20万30万の利益を上げる人っていうのはもっと多いです。となるとですね、一つの事業体、会社、中小企業が赤字を出しながら経営しているよりも力が強い個人がいるってことなんですよ。で、中小企業とか店舗さんとか、いくら頑張っても赤字が出るとこありますよね。それと比べて個人で月に5万でも儲かっている人の方が上ってことなんですよ。だから組織を上回る個人の時代なんですよね。これは私が麻雀店を経営している時に本当に思ったんですけども、麻雀店は全部で7、8人で通常社員で経営してました。で、固定費を経費が売上が上回ることがなかったんですよ、ね、固定費が例えば300万かかるとしたら、売上は300万以上出さないといけないわけですよね。でも100万以上の赤字を毎月出したんですよ、毎月。で、通常でしたら私の会社ですから、私は債務超過で倒産ということになります。でも倒産しなかったんですよ。それは途中から私が一人で100万以上の粗利を叩き出すインターネットビジネスアフィリエイトに参入したからなんですよね。このようにですね、こっちで10人以下の小集団で一生懸命毎日16時間働いてます。こっちでは一人で空いた時間で1日 2,3 時間やってます。どっちが売上高大きいか、どっちが経費が大きいかって考えたときに、私は経費ほとんどゼロ、売上高は数百万なんですよね。こっちの方は7、8人でやっていて、経費は数百万、売上は200万そこそこなんですよね。で、こういう時代が来たところを私は目の当たりにしました。体験しました。自分がその真ん中を歩いてきて、こちらの組織を切り離したときに私はどんだけ楽になったかってことなんですよ。で、切り離す方は良かった良かったですけど、切り離された方はどうでしょうか。束になっても一人にかなわない人たちがバラになって、じゃあどこで何をするんでしょうかってことになっちゃうんですよね。もちろんそれぞれの一人一人がですね、勝負できる人材に今頃は切り替わっていることを願うんですけども、どうですかね。どうなんでしょうかね。このシャープというマスクを作っている会社、マスクを作ることに関わった部門の方はこれからもおそらく食いっぱぐれがないんじゃないかなと思いますよね。それは何でかっていうと、マスクを作る技術があるからじゃないんですよ。今までやってきたことと全く別のことをやるってことをやったからなんですよね。で、その体験っていうのは人間にはいつも必要なんですよ。ちょっと今回の動画のまとめに一つのよくある事例をお話しますけども、その人は野球少年でした。甲子園を目指して練習しました。そして甲子園に行きました。いつもレギュラーでした。でも甲子園で決勝戦怪我をしたんですね。新聞は褒めたたえて影のヒーローだっていうふうにして、その怪我をした野球少年を褒めたたえました。
しかしドラフトには選ばれなかったんですよ。その後2つの人生が考えられます。そうは言っても甲子園を目指して優勝はしなかったけども、決勝戦で怪我をしてまで守ろうとしたその根性で別の道を歩いていく。もう一つは、俺には野球しかなかった、野球がダメになった、どうすりゃいいんだ、俺はもう落ちぶれたんだ、もう誰も見向きもしてくれない、終わり。どうですかね、私たちはどちらを応援しますかね。やっぱり自分の一番得意だった部門を潰されても、でも他に何かできるはずだと立ち向かっていく姿に感動するんじゃないかなと思いますし、結局人生はそうするしかないんですよね。落ちぶれてふてくされて、昔は俺も良かったって言っても誰も気にしてくれないんですよ。ということなんで、私たちは何度もこれからも叩きのめされるでしょう。そのたんびにマスクを作り始めたシャープのようにね、もっとシャープな生き方してみませんかみたいなところですね。まあ人生はこれから始められるってことなんですよ。明日から始めるんじゃないですよ。今日からです。これから始めるってことですね。いってらっしゃい。